スタート。あ、皆さんどうもこんばんは、こんばんは、こんにちは、時間的にはこんばんは、はい。秋の夜長にエレキギターいかがでしょうか。ウェーイ、サークロ音楽教室でギターを教えておる田村太一でございます。イエース、何回目か分かりませんが、初心者向けの、ギター講座ということでですね、コードずっとやってきております。多分メジャーコード、マイナーコードで、ドミナントセブンス、マイナーセブン、メジャーセブンと来とるはずです。だいぶ弾けるはずです、これでね。で、今日は、さらに、よく出てくるコードの中でですね、それ以外のコードがありましてね、それ以外の今日今まで言った、今までお教えしてきたコードとちょっと違うタイプのコードでですね、マイナーセブンスフラットファイブという、なんか強そうでしょ。マイナーセブンスフラットファイブ、もうこの言葉を述べただけで、ね、音楽友達とかの音楽を趣味で聴いた人から、今のコードはマイナーセブンフラットファイブやね、何それ何そのかっこいい名前のコードというふうになる可能性が、まあ、大体まあ 63% ぐらいですね、うん、ということで、あの4割弱は何言ってんのみたいな、こんな可能性になるかもしれませんが、でですね、今日マイナーセブンフラットファイブやるんですけど、今までね、あのメジャーコードとかでもこのオープン系のコードやってたんですが、ここであの皆さんにお詫びしないといけないんですけど、僕なんとですね、よくよく考えてみるとですね、オープン系のですね、マイナーセブンフラットファイブコードをですね、実践で弾いたことがないです。そういや、そんなもん作ろう思ったらできるかなとか思ってね、なんかいろいろちょっとやったんですけどね、あのね、すべてにおいてですね、どうやろうね、お相撲で言うたらね、最後のね、10個分の取り組みがね、全部物言いつくぐらいね、なんかおい、どうやねん、みたいな感じです。このね、どこがスポンサーになってるかのところで、長谷へのお茶漬けの柄が見えないぞ、みたいな、そんな、何を言うてる。ということで、普通の感じでいきます。はい。よくある形。で、よくある形ということで、5弦ルートの移動パターンと6弦ルートの移動パターンをお見せします。はい。で、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、例題として、まず5弦ルートなんですが、この5フレットで、のところで、まず Dm7 フラット5というコードの一番よくあるパターンを弾きます。見ててください。こんなんです。こんな感じでございますね、これね。で、これ、中4本だけ、6弦と1弦はミュートしてください。これがですね、まあ、3フレットになれば Cm7 フラット5ね、上がって7フレットになれば Em7 フラット5、こんな風に移動できます。はい、これが Em7 フラット5の5弦ルートの基礎形。はい、次、6弦ルート。まあ、ほんだら、5フレット同じように Am7 フラット5ね、いきますよ。こんな形です。これは、これね、1弦を人差し指の腹でね、ミュートして、で、この5弦もミュートします。まあ、Am7 フラット5っていうキーの時だけは例外で A の開放弦が A なので、そのまま弾いても混ぜてもいいけど、これ、他の例えば Gm7 フラット5で、ね、うおー気色悪い音になるので、ミュートしてください。ちょっとこれ押さえる難しいっす。こんな感じ。この2つがベーシックでございます。しかし、田村太一の初級講座ですね、初級講座というなかなか、ちょっと、ただでそんだけ教えてええんか、ちょっとぐらい出し惜しみせなあかんのちゃうんか、ふぐしてもらわんと困るんや、みんなが上達したらええ世界になるんやないかい、素晴らしいということで、出し惜しみしていいっすよ。何やねんそれ。全然俺が今からやろうとすることちゃうやないか、それ。なぜそ
そういう意地悪するから、ね、はいはい、あのということで何個かねもうちょっとお見せします。はい、はい、まずこれ、ね、Dm7 フラット5加えましたね。まず、見た目に1ビレルマイナー7フラット5コードいきますね。同じルート D なんですが小指で、おおね、もうこれこなしやった瞬間ね、他のコード一切弾けんで何も分からへんのに、このコードだけこうやって押さえて綺麗にやった瞬間、この決め顔でみたいな感じやったら、もうね、みんなギター弾かないんですけど、うわ何それ、なんかめっちゃすごい押さえ方、めっちゃかっこいい、こいつめっちゃギターうまいちゃうみたいになる、あの押さえ方でございますこれね。すごっ、これ Dm7 フラット5って押さえ方でございますこれね。まあちょっとストレッチしてワイドに広がってワイドストレッチングフォームとか言ったらいろいろね、うん、僕はただ単にややこしい押さえ方ということで、立てもらえずしてますあの同じで、あのちょっと1ミリたいかなっていう時にこうちょっと弾くこれね、これね、これ Dm7 フラット5です。これで1個目の Dm7 フラット5、それからもう1個 Dm7 フラット5という風になります。で、あともう1つ、これ割とあのベタです、このこれと同じぐらい使うんですが、これね、あの中4本ということで音域がわりかし近いんですけれども、1弦も交えてもうちょっと高い方の音出んかなというので、こんな押さえ方します。はい、これは4弦ミュートしてるけどね、うん、これが、Dm7 フラット5でございます。これ全部一緒よ、移動できるよ、もちろんこのややこしいのもこう、ということで3種類ね、1つ2つ3つでございますね。はい、続きまして、この6弦フォームの D、 あのマイナー7フラット5、これね、マイナー7フラット5で、これは次ね、さっきのこれに比べるとね1ビリルは若干下がるんですけどね、まだそれでもちょっとあの若干1ビってるぞみたいな感じで押さえ方いきますね。こんな感じです。よくよく見てみると、こことここオクターブと同じ音なんですね。うん、はい、これも Am7 フラット5ね。これやるとき僕アチョーってあんま言わないでしょ、だから そのぐらいのレベルなんですよA-7 フラット5、はい、この2パターンかな、よくあんのは。はい、でここからちょっと、まあ、例えばじゃあこれね、Am7 フラット5ということで、こことここがオクターブということで、じゃあこのオクターブ減したこれだけ。これマイナー7フラット。ただしこれはルートが6弦でも5弦でもなく、この4弦上。4弦の A ノットで、4弦ルートのマイナー7フラット5でございます。うん、はい。で、もう一個。でこれさらにややこしい、今度3弦ルート、まあ3弦だ、要はだからこの 5弦ルート6弦ルートでこれとこれがオクターブやということで、同じ要領で例えばこの D の音の時にって考えたことで、この音をルートとして見た時に、ただしそうしてこっから上だけでコード組むと3本しか弦ないので、ちょっと下行くんでこう、こんな押さえ方になるんですけれども、これだから人差し指が一番低い音を弾いてるから、人差し指がルートかと勘違いするのですが、じゃなくてこの中指で押さえてる3弦ルートのこれ Dm7 フラット5でございますね。こうだからこうすると今のってあのマイナー7フラット5、4連チャン、Dm7 フラット5、Dm7 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 フラット5みたいな感じでこう4つ同時にいく。だからこうなんかね、曲弾いてるコード、何コード譜のところのところに Dm7 っていうコードがたまたま長かったりした時に、これ1ビルチャンスみたいな感じでこう、ホッ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 とかでやるとなかなかあの、おこいつ素早さ高いなみたいな素早さのパラメーター高いやつやみたいなこうなります。はい、ということでこれがマイナー7フラット5でございます。よく出てきます。ただこのコード単体で出てくるんではなくて、よくあるパターン、例えば Dm7 だ、Dm7 フラット5、G7、Cm みたいな、こんな流れで出てきますね。これをこう。
うん、なんか耳障りがある、あの聞いたことある感じやな、なんかみたいな感じで出てくる信号の中にこの出てきます。意外に出現頻度が高いですねこれね。スーパーマリオブラザーズで言うとだいたいメットぐらいのレベルかなと思いますけど、はいはいはい、どんな例えやねということで、あのマイナー7フラット5コードぜひとも練習してください。ありがとうございました。ありがとうございます。